さぬき市三川町にやってきました。今回ご紹介するのはなんと温泉施設でいただくうどん。さあどんなうどんに出会えるんでしょうか。楽しみです。訪ねたのは雨滝山の西、緑に囲まれた小高い丘にある春日温泉。四季折々の自然あふれる庭園を眺めながら入る温泉は泉質もいいと評判で、毎日多くの人でにぎわいます。そして温泉の後は食堂でいただくうどん。平成元年のオープン以来、自家製麺にこだわり、打ちたて茹でたての麺を楽しむことができます。では早速自慢のメニューをご紹介します。こちらがうどん定食。そうですね、おうどんにご飯、うん、小鉢がついてお漬物で、はい、この一品の方は好きなのを選んでいただくようになってるんです。これでいくらになるんですか。はい、600円です。このボリュームでですか。はい、そして真ん中にはうどん。そうです。こう溝があるというか、ね、エッジをちょっと勉強しましたけど、ね、麺ですよね。じゃあいただきます。はい、どうぞ。うん、おいしい。ありがとうございます。程よいこう硬さ で、はい、でしっかりこしあって、はい、エッジ感じますね。ありがとうございます。お出汁もね、こうほんのり甘みがあって、旨みがあって、美味しいお出汁ですよね。そうですか。はい。ありがとうございます。で、そのうどんに定食になるといろいろついてますけど、はい、これも日替わりなんですって。全部日替わりです。担当のものが、はい、で明日は何をしようと考えて、決めて、ご飯もいろいろです。はい。担当の方がその時その時でメニューを決めてるんですか？自分の好みで。でもおかずも結構揚げ物あり煮物あり、はい、お肉ありお野菜あり、はい、いろいろそこら辺は一つに偏らないように作ってます。いや、このしかもボリュームでね、600円ですからね。いい定食ですよね。どれも昔ながらの味付けで人気だそうです。特にお寿司はおすすめだそうですよ。お肉たっぷりですね。そうですね、肉うどん。肉うどん、もう丼を覆うようなたっぷりのお肉が、ネギと一緒に入ってますね。そうですね、白ネギと一緒に甘辛く煮込んで、はい、あ、いい香りがする。お肉の甘辛さにおネギのこうね、甘みも加わって。あ、そうですか。肌寒くなってきた頃に食べたくなるような味付けですよね。濃いめにしてますので、はい、ほっこりするような、はい、麺も一緒に、はい、あ、おいしい。甘さが一緒に上がってきますね、麺すすると。これ温泉入った後いただくとより体がこう温まるうどんですよね。どうですか、お客さんの反応とか、食べに来られる方。こんな声かけてもらったよとか。常連さんの方はね、うん、ここが好きで、よく来ていただいてますので、もう本当に地元の方、常連の方にとっては、ね、もうなくてはならないというか、そうですね、もうセットみたいなもんですよね。本当に、うん、温泉で温まってもらって。そうですね、おうどんで温まってもらって、はい、これからも美味しいおうどん楽しみにしてますので、今日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。美味しかったです。春日温泉の食堂は夜8時まで、温泉は夜9時までです。もちろん食堂だけの利用もできますよ。